無流祭で売られる最高品質のお酒は灰揚げの儀で風神様。まったく、あいつらにとって風神を迎えるのは形だけのことなんだな。ええ、少し不安だったけど、さっきレザーと。うわ、リサさんまで。レザーたちはもうあっちにいるから、早く行ってらっしゃい。お、来たな。うわ、この今日はみんなが風神様を迎えてお酒を飲んでもらうクレイたち。風神様を喜ばせてレザーを助けてもらうんだ。栄誉騎士のお姉ちゃん、このボトルは親父たちから集めたんだ。ママが言ってた、風神様をこれとは。あ、みど、古本。やあみんな、この場所に立つことができて僕の最高の歌謡を風とここにいるみんなに捧げよう。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、ビッシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビッシュはどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させビッシュとなったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風と共に。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。酒樽には何がある？黄金色の小麦と生い茂る緑。樽から注ぎし美酒、そこに何が漂う？風鈴の音色と万古の長空、我々は美酒を手に歌う。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。旋風が運びし趣向とは、ライアーにまつわる物語と今宵の美しき夢。友よ、共に杯を掲げよう。風神に感謝を。風神に感謝を。悲しむな。レザー、どうしてなの？風神様が帰ってこないのはクレイたちが用意したお酒が気に入らないから？そんなことないぞ。クレイは知らないかもしれないけど、風神様は風以外のものにも変身できるんだ。きっと今年は。え？本当に？もしかしてボンボンになったのかな？おいよし、ボンボンだな。聞こえたか、風神。ああ、お前たちと一緒。これで、これが将来大人になって、お、ああ、うん、決まりだね。でもクレイ、喉乾いちゃった。話してばっかり。そういえばエンジェル、飲みたい飲みたい。ああ、みん、
すりつぶして骨折したところに当てろ、小娘。しっかり生きろよ。ここに残れ。お前は我々の希望だ。悪く思うなよ、ガイア。うん、よくやった。さすが我が息子。お前はいつだって私の誇りだ。これほど時間をかけたのにまだ熟成しないとは。いっそ将来息子に開けてもらうか。レザーって名前はどうかしら。お、冒険者らしいいい名だ。それにしよう。レザー、レザー、こっちだよ。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。酒造りの材料はいろんな店を回ってから決めっとな。